三宅城は大阪府茨城市にあった日本の城である。宅地化、農地化が進んでいこうなどは地表上には存在せず、推定地として、倉賀市三丁目及び牛虎二丁目が有力である。城の大きさは東西596メートル、南北540メートルで、その中に東西180メートル、南北270メートルが本丸が備わっていたと思われ、 かなりの大きさの城であったことが推定されている。現在の三宅城推定地上の周りには堀を巡らした可能性があり、堀田、蓮池、大名、寺池という堀や城の存在を匂わせる地名が存在している。また、本丸、二の丸を備えた城郭であったという説もあるが、近年の区画整理事業のため、全く形が変わってしまった、あるいは埋められて、 以降や城の片鱗を忍ばせるものはなくなってしまった。宮宅城の石碑は二つ存在していて、一つは、阪急京都本線沿いにある石碑と、もう一つは、倉賀市公園にある石碑があり、共に推定城敷地内と考えられている。なお、大阪府の行政地図情報システムによる、埋蔵文化財放送地範囲の表示では、倉賀市二丁目三丁目及び牛虎二丁目の、 中間付近が放造地として設定されており、倉賀市公園からはやや東にずれている。また2019年10月10日に行われた、茨城市による牛虎二丁目地内の私屈調査では、遺構や遺物は発見できなかった。追記の時期は定かではないが、二つの説が言われている。一つは14世紀前半追記説で、大人気によると、文明三年、東軍の総大将、 細川勝元方に属していた、三宅、ついた、茨城、芥川人志の所持がいたことが記載されている。これにより、さらに遡って、官老三年の室町幕府御教書に、三宅左衛門のという名前が見受けられ、大体三宅氏の居城として使用されていた可能性も、ある。もう一つは、細川高国に命じられ、三宅国政が、永生元年に築城したという説である。 三宅城が最初に戦闘に巻き込まれるのは、天文15年の細川氏綱と細川春元の戦いで、三宅城主であった三宅国村は氏綱方に属していた。この時、晴れ元方に属していた三好長慶軍三万兵が、翌年天文16年2月25日に三宅城を取り囲み、国村はその時小勢で何度か合戦になったが、3月22日に、 三宅城を明け渡し、国村は晴れ元方に属することになる。現在の三宅城推定地廃城も二つの説が言われている。一つは、江口の戦いの直前の戦闘で、天文十七年に三吉正長と三吉長兄の仲たがいが生じるに至り、国村は芥田川、入江、茨城、愛、池田、河原林の摂津国人と共に長兄方に属した。 これに対抗する清長法の香西元成は、三宅城を攻略し、同年3月29日に落城した。この時に、国村は42歳で自陣し、一南三城はバラバラに落ち延び、しばらくした後に、三宅城は廃城になったという説がある。もう一つは、3月29日に落城した後に、国村は自陣せず落ち延びたという説がある。その後、落城させた。 高材元成は、同年5月5日には正長を迎え入れ、28日には、正長の主君である、細川晴元自身も入場し、三宅城は、晴れ元方の最前線基地となった。これに対して、長京の弟東郷一存は、同年6月24日の未明三宅城を攻撃、本丸近くまで攻め上ったが、そこから先は、激しい攻撃に遭い、矛先を江口城に向け、 政長を打ち取ることに成功した。この敗戦で春元は、三宅城を捨てて、大海に逃げ去っていった。この後三宅城は再び国村の居城となっていたが、永禄5年に六角吉方と三好長兄との間で対立し、国村は長兄を裏切り六角方につき、豊島軍を放火し格乱したが、高屋城が落城したとの方が届くと、三宅城から境へ逃げ去った。 これを最後に、三宅城と国村は姿を消すことになり、この時に廃城となったという説もある。倉が一公園にある石碑。ありがとうございます。